袋先生と仲良くなりすぎる人、大体点数そんなに上がってない。どうも、スティーブンチャンネルです。あ、無理か。あ、もうちょいいけると思ったけどな。あ、人はどれほどの時間、瞬きせずにいられるかチャレンジ。やってました。ちょっと青いな。はいね、外の明かりをね入れたので、まあこういう感じで明るくなりましたということで、もうね冒頭にも説明したんですけど、マジで最近あるあるにハマってるんです。あるあるを作るのにマジでハマってるんですよ。まあさっき塾のあのあるある言ったんですけど、もう一個塾のねあるあるあるんですけど、じゃあ塾のあるあるもう一個いきます。塾で8時から9時半の授業を入れる人、大体眠くて寝ちゃう。どうもスティーブンチャンネルです。これあるあるなんですよ。もうねもう9時とかになっちゃうともう眠くなっちゃうんだよね。学校あって部活あって、で塾9時に授業入るとね、もう眠くなっちゃう眠くなっちゃうみたいな感じで、はい、どうもおはようございます、スティーブンチャンネルです。もうね眠いです。あれ今日はですね、まあ今から朝ごはん食べて、でその後ねちょっとスーパーの方へ行こうと思います。結構大きめのスーパーに行くので楽しみにしていてください。ということで、夜の一笑い、最近ハマってるんですよ。今日ねちょっとね朝からねちょっと朝ごはん作るのねめんどくさいというか、そういう気持ちがね今日強いので、今日ちょっともう魔法で、もうここでもう魔法の力でもう作るのめんどくさいんで、もう朝ごはん出そうと思います。はぁ、出ました。いただきます。はい、というわけでじゃあもう今から早速ねスーパーマーケットの方に行ってみようと思います。はい、今スーパーマーケットと思いますをかけたんで。あ、スティーブンね、チャンネル。今ね、タクシー乗ってるんですけど、モンテネグロで一番でかいナッシュディスコントっていうスーパー、ちょっと、ね、今から行こうと思うんで、腕行ってみましょう。腕行ってみましょう。着きましたね。行きましょうか。マジででかい。これやばくない？ガチででかいぞ。じゃあ今からお買い物しています。ここ来て一番びっくりしたのが、電化製品がめっちゃあんの。こういう感じでポットとか、こうヒゲ剃りとか、アイロンとかめっちゃある。あとこのミキサーも、ミキサーもある。トースターもある。トースターもすごいな。マジめっちゃある。シンプルに家に体重計がなかったんで、体重計ね、はい、こういう感じ。プレフォーみたいな。プレフォーかつて12ユーロ、12ユーロでこれ買えます。12ユーロだからまあ、5ユーロ、まあ、まあ500円ぐらいだとして、いくら？いても YouTube これもう回せるようになりました。はい、で次はね醤油です。醤油はマジで大事。本当に何でもいけるね。鶏肉も美味しいし、つけても美味しいし、いや本当にとにかくね何でも必要、俺にとって醤油は。待って、醤油ないんだった。醤油はねなかったもの、ね、やばいよ。七味唐辛子、七味唐辛子もあって、味噌もあると。すごいね。あ、やばい、録音始まっちゃった。やばい。スティーブンチャンネル。はい。今これ、パンコーナーっすね。いや、もう黄金に輝いてる。朝だから匂いもね、めっちゃいいですね。こういう感じ。やばいっしょ。みんな並んでる。レタスがやばい。レタスがしなしなよ。やばい。え？
ちょっとレタスはね、しなしなでしたけど、他の野菜はね、めっちゃ美味しそう。なんかね、日本よりもね、でかいんすよ。これ、ナス買ったんすけど、ナスね、やばくない？こんなもんなのかな？日本のナス、自分で買うことなかったから分かんなかったけど、こんなもんなのかな？もう映え最高。次ね、ちょっとヨーグルト、飲むヨーグルト的なの欲しいな。オッケー、これマジうまい。体にいいし、胃にいいですね、多分胃に。オッケーって感じで、やばくしゃみ出る。オーケー、はい、という感じでお買い物終わりました。合計で26ユーロでしたね。という感じで、サブチャンネルで収益化、ついに収益化の条件満たしたんで、この審査に通れば、まあ、広告つくので、4000時間皆さんがね視聴してくれたおかげでね、その条件をね達成できたので、本当にありがとうございます。これからもなんかサブチャンネル、メインチャンネルでは見れない僕をね、発信していこうと思うので、はい、こっちもあるよ、スティームチャンネル。っていうことで、ふぅー、ふぅー、あれ、ちょっと待って。先ほどですね、プレイステーション4の方、購入しましたんで、その開封動画というか、もう開封したんですけど、そのまあ、どういう機能があるのか、ちょっと見ていこうと思います。こちらなんですけど、プレイステーション4。まあ、5はあるんですけど、僕まあ、4からまず入るということで、じゃあ、4、どういう機能があるのか見ていこうと思います。ここにボタンがあって、おー、光りましたね。光って、どういうことだ、これ。どういうこと？ここにボタンありますね、ここにね。ボタンあるので、ここ、ポチッと押したらゲームできるのかな？え、ちょっと待って、壊れてるこれ。え？どうやって使うのこれ。え、どうやって使うのこれ。すげえ輝いてる。今からですね、また朝と同様魔法を使ってここにご飯を出したいと思います。朝と違うのは手じゃなくて、ここもっと難易度が高いここに出しますからね、食べ物を。いきますよ。はぁ、はぁっていう感じで出ました。ビュース。じゃあ早速ですけど、いただこうと思い、まっこり、もっこり。うん、見えてるこれ。あ、ちなみにこれ中身は胸肉、トマト、キャベツで、ドレッシングは、コブドレッシングっていう、ちょっとなんかメキシカンな感じのソース。あとチーズ入ってる、チーズ。なんかね、いつもね、昼ご飯チャーハンか、オムライスだからね、ちょっと、今日はサンドイッチにしてみましたね。うん。なんか毎日胸肉食ってるから、ちょっと腕太くなったの。
はい、今ちょっとね、面白い遊びが僕の頭の中でひらめいたので、今からね、キヨくんと、遊んでいこうと思います。キヨくん今ね、夜ご飯作ってるんですけど、はい、こっからだと多分声聞こえてないと思うんで、はい、夜ご飯作ってるので、今からちょっと行ってみようと思います。In the Philippines! はい、じゃあもうちょっと持ってくね。すごい。ここ、失礼しようか。こういう感じで。キヨくん。僕さっきお風呂入ってたんですけど、面白い遊びが思いつきまして、はい、ちょっと今から教えと思いますね。はい。どういう遊びかと言いますと、僕最近あるあるハマってるじゃないですか。はい、はい。そのあるあるの、ゲームというか、はい。まあ、キヨくんは、まあ、審査するだけ。はい。あるあるかないないか、まあ、それ言うだけなんですけど、はい。ちょっと、大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。こっちの料理の方は、大丈夫です。大丈夫か。はい、大丈夫です。じゃあ、俺とキヨで最初に、ある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 ないないよよいのよいって二人で言って、でその後に俺がなんとか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 してるやつ、どうもセイムチャンネルです、でその後にキヨがあるあるかなかったらないないっていうだけ、もう簡単。あ、なるほどね。じゃあ俺はもう審査だけでいい。そう、まあ一緒に歌ってもらって、その後に審査。あ、オッケー。そういうことね。いきますか。オッケー、いける。よし。じゃあ三つあるから。うん。まず一個目。せーの。てて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 てある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 ないないよよいのよい。小学校の時。ドッジボール上手いやつ大体モテる、どうもスティーブンチャンネルですあるある、よっしゃー、いや大体そうなのよ。そうね、ドッジボールするやつ大体モテるの、うん、しかも大体ね、当てるの強いやつがモテるの確かにキャッチするよりも当てるアタッカーね、そうアタッカーのがモテる。じゃあ2個目いっていいですか。よしよ。てて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 、ある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 ないないよよいのよい。小学校の時、勉強できる女の子、大体リコーダーもうまい。どうも、スティーブンチャンネルです。ないないやな。ない。ないね。え、勉強できる子、リコーダーできない？ない。なくない？あったかな？次行きましょう。てて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 てある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 ないないよよいよい。雨の日の休み時間、校舎内で鬼ごっこするやつ、大体野球部かサッカー部、どうもセイブンチャンネルです。あるある。だよね。やんちゃ坊主は鬼ごっこやっちゃうの。大体ね。そう。決まってるよね。はい、っていう感じで今回の動画、あざした。